稲垣氏は、越後長岡藩の過労種座連盟の稲垣氏を呼び、その一族を指す。いずれも島蕎麦藩主稲垣家の分家、連氏である。長岡公牧野家の家中における最大の門伐とされる。当家は、家系図の表題は、富士生としながら、家系図の記載は厳正を称している。この家系の分家、別家には、次のようなものがある。 まず精神の次男、稲垣成長の大阪夏の陣で先行があり、別家となった。稲垣太郎在門の帝の次男の市の春は、玄文四年父の近郊により三十国を給付され、別家となった。その後、よろくの画像があったものと見られ、屋敷校長、文化九年には、稲垣茂げる百四十国とあり、安政文言においても百四十国。 稲垣勝三郎と見える。よろく140国据え置きで番頭にまで昇進することは長岡藩では非常に珍しい五家中府。また北越戦争で敗戦後に長岡藩が大元宝を受けた時も115国に止まり異例の部類に属する。また元六十六年には稲垣太郎左衛門直行の次男。 な高が百国で文家として文出されたが、病気で、勤務状態が良くないとの評判が立ったため本家に、家禄が戻された。改めて教法十七年、別家召し出しを受けた。幕末には、稲垣ゴンパチを文家として文出して、氏族総明順、には、稲垣賢一と見える。稲垣太郎左衛門の幕家、源玄太左衛門家は、与田藩、番頭級の家臣に添えられていた。 その後、稲垣とモざえも稲垣全エモンを分出した。着手であった稲垣全エモンが父、小エモンの家督を、若干の曲折はあったようだが相続して、よろく四百国となった。しかし、この刑は、その後、百国の原告処分を受けたと見られ、長岡家臣に、稲垣聖の四百国高を見ることは長くできない。 幕末近くの嘉永3年の家中六校長に稲垣県の城400国と見える。ついで約10年後の安政文言には稲垣小右衛門が400国で見える。家中六校長に見える稲垣県の城の解消が小右衛門であるかは不明である。安政文言に400国前後の稲垣聖の家臣は小右衛門以外には存在しない。また、 当家の百国の画像は、余ロが改定され、旧地に服したのか、一代限りの政金によるもので、あったかは、北越戦争後に当家が百十五国に原告されていることに鑑みれば、余ロ三百国で一代限りの顔があったとみられる。当家と、牧子大夫家は、後録大臣でありながら、中老、年寄り役以上に就任したとする記録は、有意初期、や、 半文書などには残っていない。文家として文出された稲垣智左衛門の刑は、その後、若干の過剰があり存続した。不代大名となった稲垣氏から文家したもので、同族とはいえ、越後長岡藩の過労連盟となった稲垣氏から直接、文家したものではない。永禄四年七月に、今川氏真が、西郡裁判を命じたが、稲垣重宗の同母帝へ、 林や郎し連等と4から5名が、松平元康の下に行ったため、牧野重貞が元康に起伏を決断したとしている、稲垣家父。このように、稲垣林し郎家の滑走である、し連は、牛久保上主牧野重貞が、徳川家康に起伏した、直接の原因を作ったとする説もある。稲垣林し郎う連は、 家康から六十貫分を賜ったが、永六五年九月四日の大塚城の戦いに、松平軍として三陣して討ち死にした。この試練には、実施がなかったらしく、のせ氏に、養子入りしていた、試練の近親者ののせ人造が後敷を継いで、稲垣生に服し、牧野家臣として一夜を立てたものである。長岡藩における余力は三百国であったが、四代目の時に、 宿り機械組に列して着座化とされた。藩の養殖に就任して、400国から500国を与えられたこともあった。江戸時代後期に諸子が召し出されて、総領分30国、新温70国で100国の別家を建てたため、余力を270国とした。北越戦争では海戦派に属した。敗戦後は、重視隊長百五十国となった。ありがとうございます。